こんにちは、土の子です。さあ、前回はね、ボスラッシュやって、もうやることなくなってきたよ。でもね、忍者屋敷が実は残ってたので、忍者になっていきたいと思います。ニンニン。さあ、来たぜ、忍者屋敷。頑張ります。結構2回やったんだけどね、どっちも見つけられなかったんだよね。うまくできるんでしょうか。カラクリはじめ。おお。でれれれれれん。どこ逃してるんだろう、僕。一番すごい忍者になりたいな、僕も。引っ張って。うん。ここでしょ。おお、来た来た。引っ張る。あ、待って、これがなかったかも。開ける。引っ張って、どうだ？で、あとは、あー、戦いたくない。でもパズルをマスターした僕にとって楽勝でしょう、もうすでに。こういうのはもうお茶の子さいさいだもんね。一つ一つ開けていかないとダメだね、これね。よし、オッケー。ちょっとずつ。はい、はい、ほい、はい、はい。さあ、どうだ。もう全部開けてるしな。よし、もう出たことになってんの、これね。さて、いて。あ、そうそう、忘れてた。これ出していかないとダメなんでね。あ、いた。あ、待って、ここにいたわ。よし、おこの裏にいた。あ、これ、え、これじゃないの。え、チリチリンって言ったけど今。あ、これは？いたいたいた。ほい。どう？さすがにもうないと思うんだけど。閉めて、オッケー。どうだ？他にだって行けるとこないね、もう。ドドン、ドドン、ドドン。どうだ、頼む。行っててくれ。来い。おめでとう、カラクリクリアだ。キノコ流面く、キノコ流面に、キノコ流忍者免除開伝。キノコ流忍者免許開伝。今日からお主も忍者である。やった、今度もクリア。ただこっから先、25体すべての忍者を見つけたぞ。パーフェクト達成アップ、やった、よかった。忍者ランクは、パーフェクトに、褒美を受け取るがよい。やりました、忍者の看板ゲットです。
パーフェクトですって、やりましたわ。これ来たんじゃないの？よし！これ全お宝ゲットも達成したでしょ、これで。いやー、長い戦いでした、ほら。これもう 100% になってるよね、多分、全部。え、待って、トロフィーは？トロフィー何だったっけ？なんかどっかまだ忘れてる、まさか。え？お宝フィギュア入手できてない。え、まずどこだ？あ、ない。57と58、風抜けるトンネルで入手できます。ははは、ほんとだ。ほんとだった。風抜けるトンネルで 0% でした。まさかのやり残しありました。人間の目って信用ならないですね。あ、ほら、あるある。なんか、あ、いけそういけそう。あ、危ねえ。やりました。大事なものの箱、箱の中に箱。あそこにあるんだよな。ああ、ここ破れた。全然難しくなかった。大きな岩ゲット。よーし、お宝発見率 100% になりました。やったぜ。トロフィーが届いてますよ。やりました、お宝フィギュアコレクターゲット。あと1個、あと1個も多分アートギャラリー見たら終わると思うんだけど。あ、すごい、全部見れるんだ。ピーチ姫が住んでる美しいお城、今度の冒険はみんなの憧れのお城がオリオンの力で上に上がっちゃったもんね、今回ね。そしてキノコね。ね、キノコってさ、僕全然ほとんど使わなかったんだけど、結構ゲットしてるのね。ゲットしてるんだけど、あの持ち物のが満杯ですっていうストレスが全くなかったね。今回はあれなんですかね、無限に持てる感じなんですかね。確認してない。デク山の長老、あの長老を切ろうとしてるキノピオが戻ってきたけど大丈夫かな。ギンギンな体に戻りましたね。ピーチ城の松明、恐ろしいことが起こっても静かに燃えている。まさかこれがフィギュアになるとは。他と違うんだ、ピーチ城の松明って。デク山のスピーカー落としちゃったな、僕も。柱を叩いた後のやつじゃん。そしてマリオの冒険を助けてくれる金ピカのコインたち、ダンボールコインだけどね、今回ね。どこにしまってるんでしょう。文房軍団の鉛筆ミサイル、一番最初のあのバトルで、あの面白かったね。あの蓋閉めるとバババババーンってなっちゃって。輪ゴムはもうあの最後のね、ボヨボヨがもうほんとイライラしてね。つかめなくてイライラする。引っ張って弾くと痩せていくんだ。パンチのあのマリオが穴開けられたのは衝撃だった。根っからのダンサーだ。セロハンテープ突っ張り、あのそれぞれほんとね、あの個性があってよかったですね、文房軍団ね。ハサミ、ペラペラたちの天敵とも言える存在。こう物でもすごい活躍してくれてたんだけど、今回は敵でした。獰猛な番犬、折りたたまれたペラペラたちをその針で縛っていたんだ。無防備だ、口の中が弱点。そしてログハウス、これもあのデクジーだもんね。どこからともなく話し声が聞こえると有名。そしてマリオ、我らがヒーローマリオ。マリオはいつもと変わらずでしたね。そしてクッパ、全然あの最後の最後でしか見れなかったね、クッパ。かっこいい、かっこかわいい。ちょっと今回はマンホールの蓋まであのフィギュアになってるっていう。緑の茂みも、ハリボテクリボー、今回ハリボテもあったけど動力源が未だに謎。デクジーの脇を固める三人娘、こういうあのミュージカルが始まったのがすごい印象的だったな。え、こういうのもあるんだみたいな。クッパ折りたたまれ状態、面白かったねこれね。あのパクパク動いて兵法に似せた作ったハリボテ兵。そういやサッカーしてたな。ありがたいわ。デコボとして小さな虫が隠れがち、キノピオたちがいっぱい隠れてたね。ご本尊、ちょっとあの安っぽいね、確かにね。大切な神様なのだ。センサー研究所、僕全然使わなかったけど、あの最後にねコンプするときに非常に役に立ちました。センサー大事。レリーフ、
尊敬しすぎてついついたくさん作ってしまったんだ。じっくり見るがあるの？ああ、なるほど。拡大ができるってことか。洞窟などにある岩。壊れないので、これ壊れるやつだよね。どこかにつながるおなじみの土管。シェフの気まぐれライス。これ食べちゃったな。見晴らしのメニュー。ああいう展望レストランなんか久しぶり行きたくなったよね、あれね。見晴らしタワー。なんかどこかの観光スポットにありそう、このタワー。100万コインの夜景が見られる。そうそう、一番上で、キノピオが、キノピオが張り付いてたんじゃなかったっけ、目が。モミジの落ち葉が積もったもの。同じだね。マンホールの蓋。よし、戻った。ロープウェイのゴンドラ、懐かしいな。ボム兵思い出すね。会う人とでもあっという間に仲良しにしなかったのがちょっと印象的だったけど。マリオだけ意固地になって嫌がってたっていう。紙ペラ袋。入る紙ペの量もどんどん増えていくんだった。発明家キノピオ。キノピオレーダー作った発明家。今回ファックスで送られるっていう面白いシステムがありましたね。僕サムネにもした。マリオもハンマーでもビクともしないんだ。この近くにハテナブロックがめちゃめちゃあった。足場になる。看板。この看板の裏にキノピオがたちがいっぱいいたね。土神院の回転甲羅。これぐるぐる回って、中にマリオを入れなきゃいけないっていう。レストランの冷蔵庫、クリボーみたいな、G がいっぱい出たっていう。ちょっと印象的でしたね。マリオの体力最大値、マックスアップハートは、探すの確かに一苦労だったな。パワーブロック。パウブロック。揺らして攻撃、カニさんに使ってたね。川下りのボート。川下りはもうやりたくない。疲れた、しんどかった、あれ。イガグリ。あ、これね、全然動画に残してないんだけど、キノピオたち探すときに、めちゃめちゃこれに食らって下に落ちて、めちゃイライラしたっていうね。水神神殿の水車。水車。水車があって、なんか水を操作してみたいな感じだったよね、確か。二人で座れるのにちょうどいいベンチ。これ良かったですね。随所随所にあって、オリビアたちとお話ができたりして。ハリボテノコノコ。どでかい音でしか目を覚まさないネボスケ。そういや、なんかなんだっけ、宝物庫みたいな前にいたよね、こいつがね。ツナ缶。噂ではもみじ山でツナ缶に目がないキノピオがいるらしい。その、カンカンであれじゃなかったっけ、船乗りさんが目覚めたんじゃなかったっけ。よし。1の最後かな、これ。大江戸大劇場、面白かったですね。大江戸大劇場でハリボテを被った時のオリビアのバカウケが僕めちゃめちゃ印象的でした。あとやっぱり、ボム兵とね、一緒に写真が撮れたの良かったかな。缶詰パーティートリオ。これも良かったですね。なんだっけ、骨被ってるクリボー誰っていう、ちょっと僕びっくりしたっていう。でもシリーズで結構出てるみたいだね。みんなのコメント見ると。オイドランドの矢倉の丘で100回ついたな、これ。108回つこうとして良かった。ススキの大草原の片隅にある小さな祠。ツナ缶お供えしたした。ルイージ、頼りになるマリオ。今回ルイージ結構出てきましたね。面白かった。なんか随所で、鍵なくしたとこで、必ずルイージが出てきて、兄さん、鍵見つけたよーよーって言ってね、ちゃんとその場所にある鍵をちゃんとゲットしたっていう。で、ピーチ城の鍵だけ自分で見つけられなかったっていう、寂しいね。カートの後ろに挟まってたっていう、ずっと。忍者屋敷、これ最後にゲットしたやつだ。あっぱれ、パーフェクト忍。ボム兵、懐かしいね。出会った仲間、記憶がなく思い出作りの旅をしているんだ。まあ本当に導火線がなかったね。これじっくり見るか。くるくる。懐かしいな。すごい、友達思いのやつでしたね。爆発しちゃったけど。ガンマンハリボテムーちゃん、懐かしいな、これ。大江戸大劇場でやりましたね。カウボーイハットがよくお似合いで。レンガブロックも、ハテナブロックを探すために、なんかいろいろレンガブロックがあってな気がする。ご存知、無敵のスター、たくさんの敵を一網打尽、トゲトゲ上だって歩けちゃうと、なんかスターあったのって2、3個ぐらいしかなかった、今回。しかも僕、あんまりそのスターを効果的に使ってなかった気がする。プリンセスピーチ号。これ面白かったですね、ここも。ちょっとホラー色が強い感じで。大きな岩。風渡り谷で下敷きにした。こう、そうなんだよね。ボム兵の力で粉々に砕け散った。こんな、丸っこい玉だったんだっけ？オリーが投げてきたんだよね。大事なものの箱。そうそう、ボム兵が大事なものをしまっていたんだ。
これがあれだよね、友達の同化戦だったんだよね。ハリボテテレサこれもいましたね、懐かしい。ブーツカー、これも良かったな。これあの PV で出てきてましたけど、本当にこう砂漠の中をこうブイーンって言って 2000GTR めちゃめちゃ高そう。サボテン、サボテンにもあのキノピオがいたり、こう叩いたらなんか出てきたりしたな。巨大ハリボテサンボ、これあのうねうね動いてすごく気持ち悪かったです。僕ボスで出てきた時、太陽の匂いが好き。あ、僕も大好きですね。古代人は考古学者キノピオ、探求者はサンボに食べられちゃっても決して衰えることはなかったんだ。そうか、サンボの中に入ってたのか。あの掘り返し技が結構面白かったですね。いろんなとこを掘り返して、あれ結構謎がね難しかった気がする。キノピチュの石像、妙にスタイルの良い古代人の像、実際の姿なのか理想化された姿なのか。これスーパーシールかなんかでこの形出てきた気がするんだけど。ムーチョロイヤルホテル、宮殿をリゾートホテルに改装するアイデアが受けて観光客に大人気なんだ今回はムーチョの街とヘイヘイホーになっちゃいましたね。ムーチョでムーチョ絶対あると思ったんだけどな。ここに紙っぺらの詰まった大きめの袋、これ助けられたな。これにはパズルトレーニングマシンも見たくもない見たくないけどもう自信ついたね。金ピカのムーチョ像、これ誰が作ったのこれ。これだってキノピオの町だったのもね、あそこ本当は。砂漠に4つ立ってる巨大な塔、一説では歴代キノピオの姿だとかこれもなんか変な姿、こけしみたい。大きなランプが目印の、これルイージがいましたね。これね、ルイージが挟まってたんだっけあそこでまさかのミリオネアがあるっていう。バトルで使うとファイヤーマリオになれる、全然使わなかった。ファイヤーもアイスもあの尻尾もほとんど使わなかったあの使うイベントバトルとかあるとよかったかもね。もう全然あの発想がなかった、使うっていう。パズル解くのに必死で。ひがみの洞窟にいっぱい あったなんか入る入り口にあったよね。キノピチュ遺跡も、これはちょっとトラウマになる、ちっちゃい子だったらトラウマになるんじゃないかな、あのキノピオの顔がないっていう。潜水艇マリンゴ、キャプテンピオね。キャプテンピオってあのすごい悪人っぽいんだけど大丈夫あの天空の人たちが封印したんじゃなかったっけ。背中の羽を誇らしげに羽ばたかせて飛ぶハリボテ兵なのだ。ハリボテのやつはあのリング島でしか戦わなかった気がする。見かけたけど逃げちゃった。そしてハテナブロック、ハテナブロックを探しもなかなか大変だったな。船乗りキノピオ、魚に折られていた船乗りキノピオ。マリオのハンマー大事だったね。ハンマーの見た目は今回変わらなかったけど種類はそこそこありましたね。そんなに簡単に壊れなくて使いやすかったです。結構余りましたね。キャプテンピオ出た。とある事情で氷漬けにされていた復活させちゃって大丈夫だったんでしょうか。天空のキノピオ像、天空人の姿をかたどったぞ。色抜けしてるのがちょっと気になるけどね。シチュエーションに合わせて包帯でぐるぐる巻きにされたハリボテ兵、ミイラっぽいけどミイラじゃないよ。今回あれミイラなかったね。ミイラと戦ったのはなんだっけ、あれはルイージマンションか。ミイラがいっぱい出てきたの、なんかマリオでも出てきてなかったっけミイラ。傷ついたマリオの体を癒してくれる、めちゃめちゃ助かった。これボスバトルではね、一番でかいのがめちゃめちゃ助かる。最後の攻撃はほんとマックスないと、いや耐えられないのが多いから。危ない、タブからタルから飛び出した時服も一緒に弾けちゃった。可愛かったねあれね。やだーって言ってほとんど変わってないっていう。みんな下は丸出しで全然大丈夫なのかしら。 DJ ブース、 DJ たちの新鮮なワークスペース、これあれなの、カラースプラッシュの東大の人だったっけ。もうめっちゃ忘れてる。もう確かになんかノリノリで DJ みたいなやつだった気がするけど、東大の人助けた気がする。トレーニング用マネキン、なんかアンダーテール思い出してますねこれねマネキン、プンスカマネキン。折り紙職人の作業机、コーミヒーのシミが残っている。そう、名作折りましたね。オリーを折ったのか、命折りで。それでオリーがオリビアを命折りで折ったみたいな。ゴロゴロと岩を転がしてくるハリボテ兵、お腹に無数の岩を溜め込んでいるぞ。実は岩にも弱点があるよ。そうなの、ハンマーで叩けるよねあれね。
キノピオのものと思われる棺、ここの中にあのハート、マックスアップハートがあったのはびっくりしたね。あれ全部開ける気しなかったから、ハートのやつだけ開けるっていう、ピンとこなかったな。プリンセスピーチ号を襲ったハリボテ事件後、ラウンジのメニューに炭入りのパスワード、まさか食われてんの？それは知らなかった。張り替えながらマリオを追い詰めるその姿はまるで黒い弾丸。何度も壁に当たると目を回しちゃうのだ。ハリボテメットは、鼻剥がすのちょっと面白かったな。全然剥がれないのね。さあ、氷神様の頭像部。氷神様はツンベア。叩くのは罰当たりな気がするけど。オリーとオリビアの生みの親であり、オリガミに魂を与える命折りの達人。オリーに激しく憎まれているらしい。もう本当にね、誤解だったのにね。まあ、言葉が読めなくて、なんて書いてあるかわかんないけど、ぐちゃぐちゃにされて、恨んじゃったのかな。悲しいね。深海に眠る幻の桃、もう完全にあのエヴァのラミエルだったんだけど、僕これ見たとき。戸締まりはバッチリ。もみじ山で助けた船乗りキノピオの船。まるでマリオの船であるかのように自由に使わせてくれてるんだ。海原タワーで待ち構えている土亀様をかたどったぞ。土亀様よりだいぶスリム。土亀様のオリビアがなるあのポンポン持ったやつが可愛い。未だに覚えてる。海原タワーの重い扉の向こうで待つ水神様をかたどったぞ。頭を叩いても泣いたりしないよ。ビシャーって出るんじゃなかったっけ。倒れて期待してないのはご安心を。海原タワーにあの4種いたよね、確かね。氷神様の立像、ひんやり気持ちいい、風呂桶、温泉、大人のマナーだよ。そうそう、最初にちょっと汚れを落としてから入るっていうね。温泉行きてえな。そして海原タワー、大海原に人々が住み始める、遥か昔からすごいそびえ立ってたと言われる高い塔。てっぺんは極楽に続いているんだ。これで天空のキノピオ、天空があるもんな今回な。天空小僧の足湯、キノピオたちの温泉に注ぐ情熱と象の口から流れる湯は尽きることがないのだ。どっから温泉湧いてんだろうね、天空で。それはあの突っ込んじゃいけないのかな。スパーランドに住んでる白いキノピオ、いかにも天空人らしい見た目だけど、背中の羽は作り物なのだ。そうなの？作り物な、あ、本当だ。本当だ。生えてないや。ボス KK が操る黒い雷雲、天空スパーランドのさらに上空からクッパ城に近づくものを狙っているんだ。KK はすげえ簡単に倒したイメージ。あの、日神様で。クッパ大王の大事な息子、わんぱく盛りないたずらっ子だけど、お父さんが大好きな優しい一面も。最後に行くまで結構活躍してくれたけど、ちょっと短かったかな、一緒に行動できたの。マリオと一緒に協力して戦うのは久しぶりだったな。本当にあったのかな、今までに。マリオと協力したことってあったっけ。すごかったね、あのマグマのとこがちょっと良かったな。カメックとかクッパジュニアとかがマリオのために、こう、マリオを逃がしてあげるみたいな。命の種で復活したデクジ、天に向かってそそり立つその姿は、自信満々にして、元気ギンギン。天に向かってそそり立つ。元気いっぱいギンギンになりましたね、デクニ。各温泉に置かれたスタンプを押す台、水に濡れても消えないインクなどで、そのままお湯に浸かっても安心なのだ。あ、カメック。カメック良かったですね。あの天空のところで最初に会った時。めちゃめちゃそんなにあのマリオにいつもね、いたずら、意地悪するのに、今回は仲間ですからね。クイズの最後に待ち構えている大砲、ここでミスすれば、まあミスしたな。あの地球の外に吹っ飛んでったんだけど。鎖から解き放たれた黒い猛獣、つぶらの目に映った標的に見境なく襲いかかる。逃げろ。ハリボテワンワンはあのおちびちゃんと違ってめちゃめちゃ怖かった。しかも一撃死っていうね。茂みに潜んで近くの獲物をパクッと人飲み、食べられた時は口の中で思いっきり暴れてやろう。なんとかこれ逃げれるもんね。これハリボテの中で一番弱いんじゃない。切り絵の兵隊たち、これ怖かったね。なんかこれもめちゃめちゃホラーな感じがして、今回ホラー色ちょっと強めだった気がするな。ハサミによって生み出されたんだ、クッパ戦。かっこよかったですね。ドックの扉の向こうから堂々登場。様々な武器が搭載されてる、あのキラーじゃなくてボム兵を投げるのがちょっとあれだったよね。コメントでも言ってたけど。ボム兵との感動のあの別れがあったのに、寂しい別れか感動じゃなくて。そのボム兵をボンボン投げていくっていう。
グリーンからの生かしたマシン、陸でも空でも道を選ばない優れもの、うなるエンジンとともに、この後ろに引っかかってたもんね。ピーチ城の鍵を刺しながら、各地を回ってたかと思うと、ちょっと。キラー、やる気に満ち溢れて、黒光りする流線形にこのいでたち、なんか全然さ、キラー出てこなくなかった今回。今回どこに出てたっていう。クッパー戦艦のとこで、たまにちょっと横からボンボン出てたぐらいじゃないの。紙飛行機部隊、マリオめがけて飛んでくる紙飛行機、突撃される前に撃ち落とせ。ノーダメで言ったのに、残念、トロフィーのあれじゃなかったね。虫風呂加工のハリボテたち、一番の敵は焦って操作ミスする自分の心、落ちないように気をつけて。あれちょっとクッパ戦艦のところでうじゃうじゃ出てくるのちょっと気持ち悪かったな。クリボーのうじゃうじゃ。百面ハリボテメット、これやばいよね、これね。ハサミで切られたバラバラになってんの結構トラウマになる子供たち多いんじゃないかな。マリオのクッパ軍団のキャラたちがもうバラバラに下に落ちたからね。オリーの憎しみの心が城の形だったと僕が子供が作ってみたいって言っちゃったやつだけど、あれだね、折り紙職人が折ってたのがこの城だったみたいですね。こうやってなんか引きで見ると全然変な建物じゃない気がしてきた。なんか下のぐらつきが悪い、立て付けが悪そうな感じが、そう思っちゃったのかも、僕。様々な罠が待ち構えているが、兄弟の玉座が、本当あんだけね、兄弟、オリビアのことをこう、もうね、岩で潰そうとしてたのに、ちゃんと玉座が二つ並んでたもんね。ピーチ姫、キノコ王国のお姫様、もう最初からさ、折り紙に折られちゃってたもんね、今回のピーチ姫。マリオをおびき出すために利用されてしまう。最後のさ、折り紙城と一緒になってたのがすごい、ちょっと美しかったな。悲しいけど。線は折ると願いが叶うというオリビアの最後の願いを叶えた後、どこへともなく飛び去っていったんだ。この2色がいいですね、これね。はい。ということで、全部ね、フィギュア紹介してみました。さあ、いよいよ、次回はですね、アートコレクションを、こっちの左にあるやつかな。どっかでキノピオが抜けてたらまたなんか続いちゃうんだけど、このアートギャラリーを、次回はですね、みんなと一緒に見れたらいいかなと思います。なんかボム兵たちも、ボム兵のね、コスプレ姿もここで見れるみたい。ちょっと楽しみです。ということで、次回はアートギャラリー見てみましょう。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、ツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。